チロシン、または、4、ヒドロキシフェニルアラニンは、細胞でのタンパク質性合成に使われる22のアミノ酸のうちの一つ。略語はティール、またはアワイ。コドンは、UAC と、ウアウ。極性もとを有するが必須アミノ酸ではない。チロシンはギリシア語でチーズを意味する、タイライに由来し、1846年に、ドイツ人科学者のユストゥス・フォンリー・ビッヒが、 チーズのカゼインから発見した。寒濃期、または、即差の時は、チロシル元と呼ばれる。タンパク質を構成するアミノ酸。極性無電化即差アミノ酸あるいは、方向属アミノ酸に分類される。陶原性、ケトハラ性を持つ。フェニルアラニンのヒドロキシカ、ヒドロキシ元の位置が異なる3種類の異性体、パラ、ティール、メタティール、オルトティールが存在するが、 フェニルアラニンヒドロキシラーゼによる酵素反応で合成されるのは PT いルのみである。他の2つの異性体は酸化ストレスが高い場合にヒドロキシルラジカルの攻撃によって生成する。チロシンは酵素チロシンヒドロキシラーゼによってドーパに変換される。プロテインキナーゼの作用でリン酸基による収縮を受け、ある種の酵素の機能や活性を変化させるため、 シグナル伝達で重要な役割を果たしている。リン酸化されたチロシンは、フォスフォチロシンと呼ばれる。また、チロシンは、甲状腺ホルモンのチロキシン、トリヨードチロニンやメラニン色素、生理活性なカテコールアミンであるドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンの染具体である。ケシガモルフィンを生産する際にも用いられている。 リンゴを変色させる原因となる物質としても知られている。タケノコの水煮では、節の中にしばしば白く析出したチロシンが見られる。納豆では、長く発酵させると、大豆タンパク質の分解が進み、水に溶けにくいチロシンが、豆の表面にプツプツと現れ、食感もジャリジャリとした感じになる。この状態を、納豆業界では、チロっていると呼んでいる。 ギリシャ語でチーズを表すライ」からチロシンは命名されたがパルミジャーノ・レッジャーノという長期熟成のチーズではチロシンの石質が観察できる。食べた時にはジャリッとした食感となる。2017年9月19日にはゾウムシが自分の外骨格に必要なチロシンを体内の強制細菌に作らせていることが産業技術総合研究所によって明かされている。 動物ではフェニルアラニンよりフェニルアラニンマイナス4、モノオキシゲナーゼと補え酵素テトラヒドロビオプテリンの作用により合成されるが、これにはフェニルアラニンが豊富に存在する必要がある。フェニルアラニンマイナス4、モノオキシゲナーゼ遺伝子の欠損は、フェニルケトン尿症の原因となっている。植物や多くの微生物は、シキミ酸経路によって、プレフェン酸を経て合成を行う。 プレフェン酸は、ヒドロキシ元を残したまま酸化的脱炭酸によって、P、ヒドロキシフェニルピルビン酸となる。これがさらにグルタミン酸を、窒素源とした網の元転移を受け、チロシンが生成する。フェニルアラニンとチロシンの生物学的に重要な、誘導体への変換過程チロシンのアセトサク酸と、フマル酸への分解過程。二つのジオキシゲナーゼは、この分解過程に不可欠である。 最終生成物は、クエン酸回路に入ることができる。チロシンは、大量に引用した場合は、約2時間後に、血中チロシン濃度のピークに達し、7時間持続する。神経伝達物質の専具物質であり、血小中のノルアドレナリンやドパミンのレベルを、増加させるが、気分に与える影響は、ほとんどない。冷水ストレスにさらしたラットの攻撃性を、 正常レベルに戻したり、人では、ストレス条件下の気分や、認識作用の改善が見られた。睡眠不足状態で、覚醒3時間後の精神活動検査において、持続時間が延長したという記録がある。成人における ADHD では、チロシン接種により一時的に改善が見られる場合がある。チロシンには、毒性がなく、有害事例の報告はない。1日に、 体重 1kg あたり 150mg を3ヶ月間摂取しても安全とされている。経口摂取の副作用としては吐き気、頭痛、疲労、胸やけ、関節痛など。ありがとうございます。